どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこのウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、いよいよ2020年の3月です。卒業シーズン真っ只中です。そんな中お届けする本日のテーマ曲はこちら、ドン！小袋の卒業。まさに、そのまんまのタイトルです。ございますけれど。このね、熱い思いをこう込めて、今の時期、思いっきり歌いましょう。なるべく簡単にしているガズレレバージョンでございますから、皆さん、大いに歌いましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョンになります。後半は、このピアノっぽい弾き方、ガズペジオという弾き方を用いて、ちょっとコードもね、こう多彩になって、かっこいいバージョンやりたいと思います。2バージョン、最後までご覧になってください。さあ、今の季節歌いたい曲、大好きな曲、カラオケで歌ったり、CD 聴くのもいいんですけれども、楽器と一緒に弾き語りするのがもう最高。弾き語りって楽器を弾きながら歌うってことなんですけど、本当にこれ楽しいんですよ。ぜひ皆さんにお勧めしたいと思うんですけど、楽器はやったことないから難しそうだな、もう楽器とか無理そうというあなた、ウクレレだったらですね、本当にね、すぐできるんですよ。簡単なんです。簡単なんだけど始めたらわかりますよ。奥もものすごい深いんで、もう飽きずにずっとこう取り組める。本当人生のパートナーになってくれると思いますんでね。ぜひ皆さん、ウクレレ音楽始めましょう。今、ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどんできるようになります。もうちょっとしたらこの辺にリンク貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、上から順番に動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐにあっという間に、ウクレレ音楽ができるようになります。ぜひ始めてください。YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでもちょっとした空き時間にすぐ音楽ができる。しかも無料です。始めましょう、これはね。はい、じゃあリンクあります。初心者リスナー、ここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには今まですでに私が取りためてる。ありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレレッスン動画で1000曲以上ですよ。もうアップロードされてます。1100曲以上あると思うね、もうね。はい。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の謎める歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアンソング、アニメソング、映画の曲。何でもかんでもウクレレで超簡単にアレンジしてやっております。皆さんもどんどんやってください。さっきのリンク先のところに行くと歌手別検索、曲名検索、ジャンルボックスからもいろいろ選べるようになってますので、どんどんこれから音楽をやりましょう。聴くからやるに変える。行きましょうね。そしたらね、今日のテーマ曲いきますよ。卒業、小袋ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。
り、きっと、きっと、また会えるその日まで。せーの、小袋の卒業シンプル簡単バージョンやってみました。ガズレレ流ショートカットバージョンでございます。ちょっと2番とかやってみたい方、コード進行は一緒ですので歌詞を書き出してオリジナルの楽譜を完成させてください。でこれガズレレオリジナルアレンジですね。最後のところはちょっとエンディングのところになっちゃってるんですけど、その辺の感じもまたこう楽しんでいただければ。で動画のテロップと一緒にできた方もやっぱり自分で書いて、そのノートを見ながら自分だけで演奏してみるのをおすすめします。その時の参考になるように私のノートを見ていただきます。はい、こんな感じです。でいつものことなんですけど、この下にくるっと囲ってるコードは、後半やるかっこいいバージョンです。これつまりコードがね、C、C サス4、C、C、コード4つ書いてあるから、こういうふうに4つ弾くよってことなんですけど、まあこれも後で解説していきます。ひとまずはね、こんな感じでメモっていってください。これちょっと見づらかったら、動画のテロップ一時停止でも見えると思いますんで、よろしくお願いします。この、たまに点があるでしょ。この点はね、私ここでタイミングを取ってるんですよ。あの日、火からね、このリズムが始まるぞというような感じで、これがもしかして参考になるかなと思ってます。はい。じゃあ一時停止でメモってください。A メロの2番まで。はい。コードもいっぱい書いてありますね、ここね。かっこいいバージョンではこのコードを使います。はい。じゃあ次、どんどんいきます。ここ1行が B メロという扱いになると思いますね。はい。ここでだんだん盛り上がっていく感じ。で、ここからサビドーンです。これはですね、もう、ぐわっとくるやつですよ、皆さん。ここもいっぱいコードがね、いっぱい変わるね。書いてあります。後で解説します。そしてここでもエンディングに行ってしまう、ちょっと不思議なコード進行の曲なんですけど、こんな感じでアレンジしました。で、ここ最後ちょっとため気味で終わったということでございます。はい。これがガズレレ流シンプル簡単アレンジでした。まずじゃあ出てくるコードを解説すると、今出てきたのはこれなんですね。シンプル簡単バージョンはこのコードです。C と Am、F と Dm、D7、C7、G7、Em7 です。8個のコードで今にやったんですけど、これはですね、超入門コードのグループなんですよ。ガズレレでいうところの入門グループ。これガズレレ必須コードというグループのコードなんです。このガズレレ必須コードって一体何ってことなんですけど、ウクレレで音楽始めようと思った皆さんが一番最初に覚えた方がいいという超入門コードのグループの集まりです。なんでこれね、だからね、こう、必須って書いてあるでしょ。まず覚えましょうということなんですけど、このガズレレ必須コードね。10個ぐらいあるんですよ。10個もあるのかと思うけれども、1個ずつ見たら指1本で押されるコードもいっぱいあってね、1個ずつ見たらどれも簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいるんで、私がめちゃくちゃわかりやすく、スイスイ覚えられる動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきますで、ここで、このガズレリスコード10個覚えてください。今日そのうちの8個、今の入門者向け、初心者向け簡単バージョンでできますんで、とりあえずこのガズレリスコード覚えるともうほんといろんな曲弾けるんでね、まず最優先でコード覚えてみてください。楽しく覚えられます。はい、じゃあこっから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではですね、ちょっとより、かっこいいコードを追加していきます。説明していきます。コードね。簡単ですよ。まずは。まずこの1個目はね、この C のサスポーというコードを使いたい。で、ここにもね、これも並びでやろうと思うんですけど、G7 のサスポーって書いてある。サスポーっていうのは、この C だったら C、G7 だったら C、これと関連性があるって覚えておくと結構いいです。まず C サスポーから。C っていうのは、押さえる場所ここですよね。これは超入門コード。で、C のサスポーっていうのはここです。2弦の1フレットを1個足すだけ。C から C サスポー、C。はい。これどこで出てくるかというと、イントロの一番最後のところです。C、C、Em7、Am、C、F、F、G7、C、C サスポー、C、C。この、これがちょっと入るだけで、とろっととろけるバターのような雰囲気を出すと思います。もう一個で、さっきもちょっと言った G7 ね。G7 の方のサスポー。G7、サスポー。これ言います。G7 サスポー。まずね、最初のコード G7 でしょ。G7 はこことこことここ。これも入門コード、これ三角形。小指見てて。これを足したら G7 サスポー。離したら G7 です。G7 サスポーから G7。こんなのがいっぱい出てきます。曲の中で。はい。で、お次のコードは、これちょっと難しい。A シャープというコードです。これ。これはちょっと難しいですね。いきますよ。まず押さえる場所。ここと、
こことこことこことここを4つです。この2つをこういう風に人差し指ギュッとこう反らせて、このぐらいギュッとこう反らせて押さえてちょいちょい、こんな感じですね。慣れた人はこう1フレット制覇でもいいかな。はい、場合によってはこうやって押さえる方もごく少数いますけれど、これちょっと難しいかもしれない。まあとにかくこれが一応おすすめかな、こんな感じ。うん、はい、 A シャープ、ちょっとこれ難しいんで、さっきのシンプル簡単バージョンでは D マイナーで置き換えました。ちょっと難しかったら D マイナーでも、なんとかっていうか大丈夫だと思います。でその次出てくるのはまたサスなんですけど、 A サス4というコード、これね、これは結構簡単だ。 A マイナーの下1個押さえるだけね。 A マイナーっていうのはここですね。ここの下を1個押さえる、この2個、これも一瞬出てくるだけですね。サビの中で、このコード出てきます。今消えていくの後のこの風景をのところで、このコードね、A サス4出てきますね。ちょっとチェックしておいてください。あともう一個は、初心者の人がまず突っかかるコードで有名な F マイナーが出てきます。これ F マイナー。この F マイナーはサビの中で一回出てきますね。F マイナーっていうのを押さえる場所は、まずここと、ここと、ここ、この3箇所、こことこことここ。教科書通りだとこういう風になります。こういう押さえ方。ガズ流だとこの一番上のこの人差し指のところを親指でこう握っちゃうんですよ。まあ、どっちでもいいと思います。音が綺麗に出てればね。はい、で親指で押さえる方は手首を上に持ってくる、人差し指でこう押さえる方は手首を下にこうグッと入れ込む、まあ、どっちでもあの綺麗に響きが出てれば OK だと思います。このコードをかっこいいバージョンでは多用していきますんで、あの動画のテロップ内見逃さないでください。はい、そしてこの曲はですね、原曲もなんですけど、ピアノのこの響きがすごく美しいんで、ピアノっぽく全体に行こうと思います。今回はこの曲はガズレールアレンジではこのドン、ガズペジオという奏法でずっと突き通したいと思います。こんな感じです。いいね、この曲はもうこれがぴったりだと思いますね。ガズペジオ、アルペジオっていう弾き方よりちょっと迫力があるピアノっぽい、ダンプンダンプン、こんな感じの弾き方になると思います。このガズペジオの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先でちょっと練習してみてください。このリンク先からガズペジオっていう動画で覚えられるようになっています。これね、このリンク先をね、ガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムが、いろんな リズムの弾き方が載ってるリストになってます。全部動画になってます。その中からね、ガズペジオちょっとじっくりやってみてください。この曲はやっぱテーマが卒業ですんで、教室の光景とかなんかね、こう学び屋をね、思い浮かべながらやる、まあ、心を込めるっていうのはいいんで、この曲はもっとシンプルにね、ほんとガズペジオ一辺倒でやろうと思うんですけど、ほんと言ったらこれ4つ弾きでもね、もう本当に心がグッとこう乗ったらすごくいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、でも今回かっこいいバージョンでこのガズペジオでより雰囲気を込めてやってみようと思います。まずね、ハートフルに行きましょう。はい、小袋の卒業ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。あの日からどれだけの時をここで重ねてきて、
かった、あの日の涙、歩いてつまずいて振り返り、きっときっとまた会えるその日まで。せーの、小袋の卒業、ガズレレリューかっこいいバージョンやってみました。ガズペジオで淡々とこう奏でる思い、3月卒業、今の時期思いっきりこれみんなで歌いましょう。ありがとうございます。さあ、ガズレレの情報なんですけど、お伝えしている通り3月15日の水戸でのイベントは例のコロナ問題で、中止になってしまいました。皆さん、こんな時から家で、こんな時こそね、家でウクレレでもうほんと楽しんでください。やっぱり楽しむとね、免疫力上がりますからね。音楽やって免疫力アップ、これがいいと思います。ガズレレ YouTube もう1000曲以上アップロードしてますから、もう本当にやりましょう。はい。あとこんなウクレレを販売してたりとか、キャップとか T シャツとか、このウクレレストラップとか、この水引きだとか、いろんなグッズだとか、もうね、あとアプリもやってるんですよ。ガズレレアプリ、ガズレシピというアプリがあります。こんなようなことの最新情報はガズレレ .com ご覧になってください。ホームページを見ていただいたら、ほんとね、いろんなリンクも貼っときますけど、全部わかるようになってます。あとブログも書いたりしてるんで、ね、ぜひ、ホームページの方もよろしくお願いします。あと、リットーミュージックから出てるこの2冊の本、こちらもですね、もう絶好調でございまして、皆さんありがとうございます。もう2冊合わせて5万部に迫る勢いなんですけど、実はもう次のね段階、第3弾の本も今、作ってる最中でございます。夏前にリリースが決定して、出版決定しております。そっちも楽しみにしといてください。さあ、いろんな方法で音楽を楽しむ、本当に今の時期いろいろこう卒業シーズンでもあり、家にいる時間もちょっと長くなりそうなんで、ガズレレ YouTube 見ながら、この本を活用しながら、音楽を楽しんで、やっぱね、笑って楽しいことやって免疫力を上げていきましょう。ありがとうございました。さようなら。